チェンデラワシワンチェンデラーシ,ュワ,ンンラーシュワンは、ニューギニア島北西部のインドネシア領にある湾である。北側に開けた三角形の湾であり、太平洋に面する。湾口の幅は約 220km、奥行きは約 150km。トル。湾口を塞ぐような形で、美ラ諸島が東西に東西に伸びている。チェンデラーシとはインドネシア語で、極楽町の湾という意味。 固有種や固有植種の魚が存在する。この地をかつて統治したオランダはヘールフィンクワンと呼んでいた。ワン全体は中央政府により国立公園に指定されているが、沿岸住民は地元当局から許可を得て、船体につけた足場から漁網を垂らす馬ン船を使う伝統的な漁業を行っている。小魚まで水揚げしてしまうことに対して、 生態系への影響を懸念する研究者もいる。ジンベイザメの生息海域として知られ、漁民は、バガン船を使って研究者の調査に協力したり、ジンベイザメを間近で見られる観光客向けのスキューバダイビングツアーを実施したりしている。2012年7月17日、保護調査を目的とした小型無線機をジンベイザメに取り付けることに成功したと、 世界自然保護基金が明らかにした。チェンデラワシ湾のジンベンザメには網にかかった魚を食べようと漁師の網に集まってくる習性があり、それを活かしたという。ありがとうございます。